皆さん、こんにちは。突然の事故死で世間を賑わせたザ・ドリフターズ仲本工事さん。実は今回の犯人は仲本工事さんと関係性がある人物だったことが分かっております。今回は仲本工事さんの事故死を振り返りながら、事故を起こした犯人について調べてみました。ぜひ最後までご視聴くださいませ。報道によると、仲本工事さんと事故を起こした犯人は木村仁という男のようです。木村容疑者は今年6月に都内を車で運転中、自転車に追突したのに現場から逃走するひき逃げ事件を起こしてしまいました。しかも20年以上も無免許運転だったようで、11月4日に逮捕されたことが報じられました。実はこの犯人はあの店にしょっちゅう行っていたようです。あの店とは、10月に亡くなった仲本工事さんが経営する東京目黒区にある飲食店のこと。木村容疑者は毎週のように仲本さんの店を訪れていたそうです。仲本さんの店がオープンした翌年の2016年ぐらいから、木村容疑者は週1の頻度で来ていました。酒は全然飲めないのに羽振りはよく、この餃子食べてください、コーラも飲みますかという感じで、仲本さんや他の客に自分が注文した料理を振る舞っていました。あの店には芸能人が来ることもあるのですが、その芸能人にお酒をおごって一緒に写真を撮っては数千円のチップを渡していたようです。イベント会社を経営していると言って、周囲に自分のことを社長と呼ばせていました。この話を聞けば金払いのいい乗客という印象もありますが、どうにも違和感のある話ですよね。本人は、俺はイベンターで顔が利くから友達の芸能人のコンサートに行こう、楽屋にも入れるからと店でお客さんに話していたそうです。好きな芸能人に会えるならと楽しみにしていくと、チケット代は1万円か2万円のはずなのに3万円を要求された人もいて、楽屋に入るのもコネがあるわけではなくて、木村が主催者に今後もチケットを20、30枚買ってやるから楽屋に入れろ交渉していたようです。木村容疑者の被害に遭った人は他にもいたようです。関係者によると、2021年のことです。私が新しく事業を始めようとしていた時期で、それにはちょっと資金面で不安かなと思っていたところでした。そこに都内の飲食店で知り合った木村から、お金は貯めておくだけじゃダメだよ、投資しない、俺は何回もやってるから大丈夫と言われて、そう話すのは30代の女性。プライベートでも少し精神的に辛いタイミングだったこともあって、甘い言葉に惑わされてしまいました。木村の口車に乗って100万円ほど預けてしまったんです。後から我に返って木村を知る人に話を聞くと、お金が返ってきていない人がたくさんいて、私の知る限りでは7人は被害に遭っており、最高で400万円を預けていた人も、木村を問い詰めてものらりくらりで、このようにひき逃げ事件から思わぬ方向に話が広がる木村容疑者。また別の方は、最初に木村に会った時は不動産の仕事をしていると言っていました。そしてスマホを取り出していろいろな芸能人とのツーショット写真を見せてきて、全員友達なんだって言うんです。写真には千葉真一さんや坂本冬美さん、高木ブーさんもいました。実際に芸能人と一緒に飲むこともあったようですが、どうも芸能人を呼ぶために自分でお金を払っていたみたいで、ある時連れてきた芸能人にこっそりお金を渡しているのを見たことがありますからと語っています。確かに木村容疑者の SNS を見ると、様々な芸能人とのツーショットが並んでいますね。加藤茶や石田純一、2020年に亡くなった岡江久美子さんまで。自分を大きく見せる小細工は、これだけではなく、木村容疑者を知る都内で飲食店を営む男性は、ある飲み屋で木村に会った時、今日は運転手付きのロールスロイスで来たと話すんです。運転手付きロールスロイスなんて志村けんさんじゃないんだからと思いながら、にわかには信じられなくて、木村が連れていた女の子と店を出たのをこっそりつけてみたんです。そうしたら女の子を駅に送った後、電車に乗って帰っていきました。
と木村容疑者の見えっ張りな姿をこのように話しています。木村容疑者が常連だったとされる中本さんの居酒屋に連れて行ってもらったという20代の女性も SNS の写真では中本さんと仲良さそうに写っていますが、実際に中本さんと会うと少し距離感がある気がして本当に仲がいいのか疑問に感じました。木村は自分の誕生日にご存命だった千葉真一さんを呼んで都内の飲食店でパーティーを開いたこともありましたが、その飲食代は木村が払っていました。自分の誕生日パーティーなのに千葉さんにもお金を払っていたんじゃないかな。結局のところお金のつながりだけなのでしょうが、本当に有名人と知り合いなんだと騙されてしまう人もいたと思いますと語っています。なぜそこまでして偽るようになったのでしょうか。20代の女性は木村容疑者からこんな話を聞いたようです。俺は学生時代にいじめられていたんだけど、同窓会に高級車を乗りつけて見返してやったと話したことがありました。強いコンプレックスがあったんでしょうけど、実際に木村の車に乗ったという女の子は普通の車だったと話していました。また木村から家に来るように誘われたこともありましたが、菅義偉も俺の家に来ると言われた時は笑ってしまいました。当時は現役の総理大臣だったので、どう考えてもありえない話ですから。まあ当日になると毎回先方の都合が悪くなって来れなくなったと言うんです。もちろん誘いは全てお断りしました。木村容疑者の SNS には中本さんとの仲睦まじいツーショットと一緒に、気心知れてるっていいよねと綴られた投稿もありました。木村容疑者にとっては拠り所だったのでしょうが、中本さんはそうは思っていなかったようで、中本さんの知人はこんな様子を語ってくれました。木村容疑者は中本さんの妻である純香さんとは仲が良かった。純香さんは木村にいろいろ相談していたこともあったみたい。だけど中本さんはそんな彼女を心配していて、あんな得体の知れないやつは危ない、きっと詐欺師だから気をつけろって純香さんや常連客に言っていました。とはいえ毎週のように来て数千円から1万円ほど使っていくので、中本さんも強くは言えなかったみたいです。純香さんもなぜ木村容疑者と仲が良かったのか不明ですが、実は純香さんも少し変わった方で、中本さんの葬儀の際、なんとご遺体を数十枚もパシャパシャと撮影していて、参列者を激怒させたと言われています。その瞬間はまさに修羅場だったそうです。激怒したのは怒りや長介氏の長女や高木ブーさんの長女、そして加藤茶さんの妻彩奈さんもまた純香さんに激怒したそうです。葬儀で遺体を撮影してしまうという常識外れな行動を取る点で言うと、木村容疑者と同様変わった方だと分かりますね。いかがだったでしょうか。今回はザ・ドリフターズ仲本工事さんをひき逃げした犯人である木村容疑者について調べてみました。木村容疑者の SNS はひき逃げ容疑で逮捕される直前まで更新されており、最後の投稿は10月20日で、中本さんが亡くなったことを悼む内容でした。木村容疑者が綴っていた中本さんへの思いはどこまでが本当だったのでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。